はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。今日はもう帰ろうと思っていたらちょっと記事が入ってきたんで、取り上げさせてもらいます。松井塾の松井です。はい、今日は即席評論家ではなくてですね、あの読売新聞さんに書いてた即席評論家ね、はい評論家じゃないけどはい、従軍や表現不適切で閣議決定ということなんですが教科書は削除しないという問題についてちょっと取り上げさせてもらおうかなと思います。まずは初めに言っておきますが、リベラルの方あのと、まあ、リベラルの方とか、まあ、右寄りの方とか別に保守の方とか中道な方とか、まあ、別にいろんな方がいらっしゃるんで、まあ、よく存じ上げておるんですが、まあ、他の動画で見ておいてください。あのいくらでもありますんで。今日のテーマは、現場の教育者というか、まあ、塾の先生含めて、同性中年っていうのが今日のテーマでございます。はい、十分慰安婦表現不適切で、閣議決定ということなんですが、なぜか、教科書の文言は削除しないと、あと2年間はその表現があり続けるんじゃないかということで、令和4年までの教科書がということなんです。一つ言わせてもらっていいですか？勘弁してもらえないですかっていう。文部科学省を配慮してくれませんかっていう話なんですけど、はい。だから俺の本音今日はこれです。同性中年っていう。もう無理やろ、これ。これね、ちょっと皆さん、冷静になって落ち着いて考えてほしいんですよ。その教育業界にいる人間にの立場になってちょっと考えてほしいんですね。まず十分慰安婦という表現は不適切であるというのはこれ閣議決定されました。これは国の方針としてはそうだったんですね。つまり十分慰安婦、今まではこういう書いてたんです。いわゆる十分慰安婦はっていうふうな形でまあなんかやってたっていうか、まあ大体の教科書の定義なんですけど、今現在問題として問題になってるのは、十分慰安婦ということになるわけなんですが、ここでいいですか？従軍慰安婦ということになるんですが、いや、従軍というのは記述を抜きにして、慰安婦と、まあ、記述しなさいねっていうのは、これが閣議決定された内容だったはずです。正確にはちょっと産経新聞等々で見ておいてください。僕も、今気づいて撮ってるんで、正確には全部見てませんので、いうことになります。で、教科書の削除は決定してない、削除はしないということなんです。はい。早く文部科学省を早く削除してください。ここは教えないようにとか、ここは、記述として抹消してくださいとか、せめてテストの範囲にしないようにって言ってくれないかなっていう。せめてここの準慰安婦の関係性のあるところは入試問題に出してはなりませんよっていう奨励か格令かなんでもいいんですけど、出してもらわんことには3年間出さないとかいうことにしてもらわないことには、どう教えたらいいんですか、その現場としては。まあ、僕はまあ塾なんでね、塾なんで、そこまで、ああ、そういう事情があるのね、みたいな感じで、まあ話終わっちゃうんで、こういう事情があるんで、こうです、で話終わるんですけど、大規模な塾であったりとか、学校教育であったりっていうした場合に対して、一応は教科書の通りに書いているっていうことを前提に大体やるんですよ。イメージとしては。で、なんでかっていうと、クレームっていうのはある程度来たりはするんですよ。当たり前のことなんですけど、お前変なこと教えてねえかみたいな感じでクレームってバーって来たりはするんですよ。当然当たり前なんですけど、これ当たり前なんですよ。これクレームって、皆さん、モンスターペアレントとかモンスタークレームばっかりの話してますけど、当たり前のことなんでね。はい。で、その時に、いや、教科書の内容に沿ってやらなきゃいけないんで、一応教科書の通りにやったんですっていう風に言えるんですよ。ある程度の独自性やオリジナリティっていうのは認められてはいるんですけど、その通りにまあ乗っ取ってやっとけば、まあ、あんまり、苦情が来ないっていうことになるんです。ところが、今回問題になってくるのは何かっていうことなんですけど、十分慰安婦の表現は不適切ですと閣議決定されたんですね。ってことは、国の方針として、十分慰安婦ということを表現として教えてはいけませんよっていうことのはずなんですよ。どう考えても。ところが、教科書は削除しませんよってなった場合、皆さんどういう事態が想定されるかわかります？つまり教科書にのっとった通りに授業をした場合、閣議決定とずれるんです。で、閣議決定の通りにやると今度は教科書とずれるんです。つまりどっちに転んだとしてもいいですか、どっち側に転んだとしてもお前間違ったこと言ってるやんってことになるんです。これ社会科の教師これやばいぞこれはい、社会科の教師やばいぞこれ、はっきり言うけど、はい。
ということになるんで、住民や公言が不適切ですということになって閣議決定したんであるならば、あのさっさと教科書を削除するようにとか、あの文部科学省動いてくださいって話です。これあの私言いますけど、文部科学省が逆に閣議決定ひっくり返したら私ブチ切れますよ。逆にお前何ほど偉いんじゃいって話になりますからね。これ払わないですけど、文部科学省が閣議決定の方をひっくり返したらえっていう話になりますからね。はい、なんでその国民の代表で選ばれたあの閣議が、あの一省があの優越してくんなよっていう。そうじゃないか、文部科学省はその全ての閣議を決定することよりもさらに上の組織にいるんかっていう話になっちゃうんで、これは別に私はっきり言いますが、あのそれはどう考えてもおかしいんで。はいはい、ということですね。はい、なので、この閣議決定をどうするかということですね。閣議決定で、教科書を削除しないんじゃなくて、もうさっさともうあの決まったら早く動いてっていう、もう1ヶ月2ヶ月くらいじゃやってっていう話なんですよ、正直。声明文かなんか出せっていう話ですよ、俺からすると。はい、ということですね。まあ、入試まではまあ8ヶ月か9ヶ月ぐらいはあるんで、まあ、大丈夫だとは思うんですけど、これ、早く決めてくれんことには、あの現場大混乱になりますっていう話になるということですね。はい、で、いうことになります。ですが、はい、私はここで言っておきたいのは、はい、文部科学省が仕事がめちゃくちゃ遅いという可能性はあります。はい、頑強な抵抗を、いわゆる要するにあのリベラルな人たちとかがあの抵抗してくる可能性ってあると思うんですね。あのしたいんであるならね、あの閣議決定をひっくり返すだけ の選挙を得てからあの変えてもらってほしいんですよね。その今あの目の前に現場でいる人間からすると、あのもうその決まったんでしょと、決まったんであるならさっさとやってくれっていう、もうそれしかないんですけど、はい、いうことですね。だからあの閣議決定通りにやるか、それとも教科書通りにやるかっつってね、どっちの通りでやればいいんだろうっつってね、まあ、両方授業やれば両方ともアウトって言われる危険性もあるしね。はい、これはちょっと本当文部科学省はよ動いてくれって話ですね。もうはよ仕事してくれっていう、はい、もうあのパンパンにディスりたいぐらいなんですけど、はい、まあそうは言ってもね、文部科学省もまあなんか多分やり玉に上がるでしょうね。間違いなくこれやり玉に上がるっていう感じになるんで、いう感じになります。ということで、解決方法私考えておきました。はい、ということです。はい、対処法、朝日新聞が悪い。はい、もうこれで乗り切るしかない。もうこれね、真面目な話ね、もうこれで乗り切るしか多分方法がないっすね。もし文部科学省があのもたもたして、延々とこうなんか教科書検定まで令和4年まで待ちますとかやられちゃうと、もう多分もううじ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 やり続けるっていう形になるんですけど、で、あの教科書の記述間違ってるじゃないかとか、お前授業として間違ってるじゃないかっていう風な話になると思うんですね。で、学校ごとにまちまちで判断されるって言ったら、まあ、多分やり玉に上がる社会科の教師なんですよね。はい、でその時の対処法はもう1個しかないと思うんです。もう朝日新聞が悪いということですね。はい、あの朝日新聞が捏造記事というか誤報を出したというかね、はい、まあ、捏造記事も誤報記事もどっちでもいいんですけど、はい、もう言うのは1個しかないですね。朝日新聞が悪い、はい、誤報記事と捏造記事を出した。いや、そりゃそうでしょ。それは申し訳ないですけど、これは朝日新聞パンパンに言いますよ、私。はい、なんで現場の職員がお前あのこれの責任取らされなあかんねんって話です。あの授業動画撮ってますとか、別にいろんな人いらっしゃいますけど、あのなんで現場 その教職員であったりとか塾の先生とかがこんなもん責任取らなあかんねんって話になるから、そんなもん朝日新聞がやらかしたことがもうそもそもの発端なわけですから、はい、あのそもそもの発端なわけですから、これは朝日新聞が悪い以外の逃げ道ないでしょ。はい、ということですね。はい、朝日新聞はね、いつも言ってますからね、はい、きちんとあの責任を取れる大人にならないといけませんっていうふうになるからね、はい、あの自分でその政治家取るものとか大人取るものをちょっと自分で自分の責任を取らなきゃいけないって、まあ、この問題発生したのは誰のせいですかっていう話ですから、この問題発生したのはここなんで、毎日もそうかな、はい、毎日もそうかもしれないですけど、はい、毎日新聞と朝日新聞さんということになるんですけど、はい、まあ、朝日新聞が悪いということでね、はい、毎日新聞と朝日新聞が悪いと、いうことで、おしきよ。これマジでそれしかないよ、多分。はい、
ということでよろしいでしょうか。はい、というわけでね、従軍慰安婦表現不適切閣議決定ですね。まあ、教科書からちゃんとその従軍慰安婦の記述が削除される、もしくは入試問題ではそれは扱わないということになれば、スルーすればいいと、いうことになるんですが、文部科学省が果たしてそのちゃんと仕事をしてくれるのかということなんで、はい、文部科学省がちゃんと仕事してくれないのとしたらもう一口つけないですね。はい、朝日新聞が悪い。はい、まあ皆さんね、ツイッターで安倍さん辞めても、安倍首相も、安倍前首相がね辞めても安倍が悪いとか、総理大臣の菅総理が何かにつけては菅が悪いとか言うんですから、菅総理が悪いとか菅が悪いって言ってるわけですからね、我々ね教育者がね、朝日新聞が悪いと、ね、連呼しても全然何の問題もないかなと思ってますということです。はい、ということで、まあ、今日はちょっと教育者としてまあ話しさせてもらいましたが、これはちょっと非常に厄介な問題になる危険性はありますんで、まあ、現場の人は皆さん自分の身を守るためにね、ちゃんと言い訳を考えておくとですね。はい、私はこう鉄板の様子に言い訳は、いや、そのリベラルの人から攻撃来たとしても、右寄りの人が言い訳来たとしても、そもそも論として朝日新聞が変な記事書いたせいで、あったかなかったうんぬんかんぬん別にしたとしても、要するに、朝日新聞が誤報出したことが悪いわけですので、朝日新聞が悪いです。はい、いうふうに、まあ、言いましょうということですね。はい、だから右の方からね攻撃された場合に関してはすごい簡単なんですね。右って言っても、まあ、真ん中からまだ大体右っていうか、逆に言うと左の人でも朝日新聞の誤報は許してる人いないですからね。はい、誤報ですからね、完全にもうむちゃくちゃなんで、出た湿気の取材してません記事書きましたみたいなね、どこのパラレルワールドなんですかみたいなね、はい、感じのことを書いて、これはもうちゃんともう事実として書いてるんで、はい、ということなんで、別に朝日新聞の不具合運動をしたいわけではないですが、はい、これについてギャー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 朝日新聞がむちゃくちゃ言ったりした場合に関しては、おかしいですよと、元はといえば君の責任ですよと、はい、元はといえば君の責任なんで、君がちゃんと責任取ってくださいねというのが、まあ、当たり前のことですということですね。はい、よろしいでしょうか。というわけでね、はい、今回のケースで、もう一個あるかな。で、これちょっともう一つ話しとくかと思いますが、この決定に従いまして、実は、入試問題が今後ガラッと変わっていく危険性があります。従いまして、ちょっと私の授業動画、これ私の個人的な話になるんですけど、授業動画が、ちょっとね、私だいぶ左に寄ってたんですよ。だいぶ左に寄せて授業してたんですよ。で、まあこれ皆さん、実務を知ってる方だったらわかるんですけど、朝日新聞の転生人語系統の国語の読解問題ってめちゃくちゃ多いんですよ。もともとから。なので私がその右の子孫を持ってるか左の子孫を持ってるかっていうことをうんぬん抜きにしてだいぶ左に寄ってたんですけど、ちょっとこれは、はっきりと結構青天の霹靂というか、だいぶ雷に頭を打ちつけられたような感じのイメージなんで、動画の内容が左からかなり右に変わってくる可能性があります。はい、まあ、どこまで調整しようかなっていうのは結局は今年の入試見てで来年見なきゃいけないっていう形になるんで、そこを逆算して予測しなきゃいけないんですよ。なので、まあ、それをどうやって授業していこうかなっていうことになるんで、お前今までと言ってることなんか変わったぞっていうふうに思った場合は、まあ、こういう現象です。はい、こういう現象です。はい、で、まあ、皆さんからよく言われるんで一応だけ言います。朝日新聞についてとか松井さんどう思ってるんですかっていう話ですよね。喋りたくもないぐらい腹立ってますよ。はい、ものすごい迷惑ですから、はっきり言うんですけど、ものすごい迷惑ですから、はい、結局こいつらのせいでここの読解問題とか3つぐらいパターン用意してるのかもしれない。こういう論法で来てるときは多分こういう論法で来るからこういうふうに読解しなきゃいけないよとかで、これと逆のことを普通にやってくる場合もあるんですよ。で、昔は1990年代超楽ですよ。朝日新聞の転生人口読んでたら満点取れますよ大体。これ本当1990年代とかの社会党全盛期の時とかもっと楽で、朝日新聞読んでるこれ絶対に満点取れんじゃねえかぐらいの勢いで左に寄ってたんで、言うんで楽だったんですけど、今最近はそうではなくなってきてるんで、ちょっとまあそれについては見といてくださいということです。はい、まあ、朝日新聞についてはまあ非常に私は腹立ってる新聞の一つですね。はい、もう皆さんが思ってるほどの朝日新聞に対する腹立ちじゃないですよ、実務からすると。もう今までその教えてた教え方のやり方をこう180度変えなきゃいけないわけですよ。極端な話言うと。わかる？みんな、そのしんどさ。はい。私一番腹立ってる方の一人だと思いますけど。はい。ということです。よろしいでしょうか。というわけでね。はい。まあ、
何かもう私はもう個人的にはもう台風が来たら朝日新聞が悪いと思ってます。はい、台風が来たら朝日新聞が悪いし、はい、大雨が降ったら朝日新聞が悪いっていうことを言いたいぐらい、言うことを言いたいぐらい、まあ、今回のケースに関しては、まあ、はっきり、ここが責任があると、はっきり言っておきます。はい、それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。読売新聞いいですよ。読売新聞。別に記事書いてもらったから応援したいとかそういう話じゃないですよ。はい、読売新聞いいですね。読売新聞いいです。はい、ジャイアンツを応援しようとね。はい。